243年ぶりの決着をつけようぞ。王女をしてもらうぞ。ラウンド1ファイト。さあ、これで全て退任。243年前と同じように その方がかえってこちらも心置きなく殺せるというものだ。ただそれまで王子と対等になったのか試してやるぞ。クラエン同行、若返ったわしの力を、アナドラの方が良いようにしよう。ここまでだ。消えろ。俺の百竜派、レスキー。ジェミー、やった。レスキー、やった。やった。やった。そんなものか。ここからは全力でな。どうしたどうこ、どう考えているのは見てくれだけか。慌てるでは。戦いはこれからじゃ。好き、ここでわしがお前を取れる。行くぞシオン。ラウンド2ファイト。ただそれも勇者。ロラン総流派。ただそれも勇者。ここまでやるとは。お前ほどの男でも命の欲望に負けたと思うと悲しい。今一度死んで昔のシオンに戻れ。なんという凄まじいコスモ。ただそれも勇者。もう見惚れから外されたものとは。この世紀に満ちたコスモ、紛れもない。まさしく今のお前はあの若き日のゴールドセイント、ライブラの同子。ロタレルの炎だも。だからここで死ぬのだ。いつまでもこうしてはおれん。俺を終わらせてやる。シオン、苦しめてやろう。レスキー、ロダン百竜派。ウィナー、ようやく決着がついたの、シオンよ。243年ぶりの戦いは応えるのう。どうだシオン、わしのパワーを押し切れるか。まさしくこれは多くが若い頃の絶頂の頃のパワーだ。しかしこれでは一番恐れていた事態に陥ってしまうぞ。お互いのパワーが完全に対等になった以上、ワンサウザンドウォーズに陥るか、それとも二人とも消滅するかの二つに一つ。そうなる前にどうあっても倒さねばならん。クラエ同行。バカめ、自ら消滅を望むかシオン。ロシ、
ロシとシオンのコスモが